ソロキンナイター、この後11月8日まで毎週金曜日ナイター競馬を開催します。どうぞご来場ください。まもなく行われますお盆シリーズのハイライト、今日のメインレース重賞レース、ハンデの重賞摂津杯です。1番名将陽光53キロ松木、2番名将大関57キロ笹田、3番栄進北斗星53キロ山田、4番飛騨馬55キロ川原、5番モズフレミントン53キロ下原、6番コーナスフロリダ54キロ大山、7番スリーピーアイ53キロ杉浦、8番ミンレミリア52キロ大垣、9番タガノベリテ57キロ田中、10番エイシンミコロス55キロ板野、11番マコトタリスマン56キロ笠松佐藤智則、12番キクノステラ56キロ高知の長森太一。以上の12頭で争われる今年の摂津杯、まもなく発走、向こう上面中間付近がスタート地点、そのゲート後方各馬輪乗りを行っています。真夏の夜を彩る伝統のハンデ重賞、今年はどういった結末を迎えますでしょうか。昨年の覇者タガノベリテ、トップハンデで出走、 JRA から移籍後11連勝飛騨馬、重賞を常に構想する名将大関、今年重賞唯一勝ちから挙げているキクノステラ、オープン大差勝ちマコトタリスマン、非常にいいメンバースターター今大丈夫です。その中は今年のお盆シリーズのハイライト摂津杯、ナイター競馬で行われるようになったのはナイターがスタートした2012年、あの時は9月に行われました。栄進アガペが勝ちました。その時の鞍上田中学でした。さあそこから毎年このお盆シリーズの闘技を飾るレースとして真夏の夜を彩ってきました摂津杯、まもなく枠入りが終わります。最後は11番の誠タリスマン、笠松の佐藤智則騎手が初コンビを組んで挑みます。誠タリスマン、前走では A2 クラスのみでオープンとの混合戦、なんと大差勝ち、一躍重賞レースで台風の目となってレースに出走。今12番の菊野ステラがようやく収まって、これから11番誠タリスマンが向かいます。出走馬12頭ハンデ重賞摂津杯、枠入り終わりました。スタートしました。ほぼ揃いました。いいスタート。各馬押していく。4番飛騨馬、真ん中から抜け出していきます。花を奪いに川原騎手、しかしそれを制するのか誠タリスマン、ここは控えました。11番誠タリスマン2番手、3番手は2馬身差で2番名将大関、10番エイシンミコの姿がその後の4番手に続きます。2馬身差5番のモズフレミントン5番手、12番のキクノステラがその後ろ中段グレープ、9番タガノベリテ、これも中段グレープに取り付きます。そのインコース、6番コーナスフロリダ、3番のエイシン北斗星インコースです。8番のミンレミリア後ろから2投目、1番の名将陽光後方2投目、2馬身差7番のスリーピーアイが最後方です。よどみなく流れて正面を通過して今1コーナーのカーブです。11連勝中、連勝新記録なるか。4番飛騨馬が先手奪って初の 1700m 戦、川原騎手の騎乗で先頭をぴったりマークする。オープン大差勝ちの11番誠タリスマン、佐藤智則が騎乗しています。3番手2番の名将大関がこれに続いていきます。じわっと前2頭に接近、昨年3着10番エイシンミコの巣が4番手、内側からは5番モズフレミントン迫ってくる昨年の覇者下原、その後ろからは12番の菊野セラが続いていきます。高知の長森太一、3コーナーのカーブ、その後ろからは6番のコーナスフロリダ上がっていく。さらにその後方、昨年の覇者9番タガノベリテ、まだ中段グループ、3コーナーからこれから4コーナー、4番の飛騨馬突き放すリード2馬身、2番手は今度は外から12番キクノステラ、間2番名将大関加わって直線コース、先頭4番飛騨馬、2番の名将大関、12番キクノステラ、そして間からもう一度11番誠タリスマンでも粘る4番飛騨馬、
外からマッカリスマ、間、名将大関並んでゴール。しかし、ひだるま、4番ひだるま粘ったか。2番の名将大関、最後12番の菊野ステラ、間11番、誠タリスマンも差がありません。4番ひだるまが粘り切ったか、川原騎手。勝っていますと、12連勝。兵庫県連勝新記録、兵庫県の最多連勝新記録となります。そして重賞初制覇となります。最後しかし際どく迫ってきたのは2番の名将大関、常に重賞レースで好走し続けてきました。ここでも崩れません。最後並びかけてゴール、12番の菊野ステラが3着でしょうか。11番の誠タリスマンはわずかに遅れたように見えました。4番ひだるま12連勝なったか。2番の名将大関並びかけていました。12番の菊野ステラ外及ばずの3着のように見えます。どうやら4番ひだるま12連勝、新たなる王の誕生。2番の名将大関2着、今日も重賞で好走してみせました。12番の菊野ステラ3着、さらに差がなく11番誠タリスマン、その後5着に6番コーナスフロリダ。第51回摂津杯、ひだるま見事に12連勝で重賞を制しました。園田二席が初めての 1700m 戦、メンバー強化、その中で見事に重賞制覇。柏原厩舎の管理馬、川原騎手の騎乗、いわゆる KK コンビとして名を馳せたこの2人のタッグで見事に重賞制覇。父はスクリーンヒーロー、母ラストパートナー、母の父エリシオという血統、4歳のスーマ。 JRA から移籍後これで12連勝達成で見事重賞まで制覇してみせました。1着4番、2着2番、3着12番と上がっている今日のメイン11レース摂津杯、確定までもうしばらくお待ちください。